岩手幸子チャンネルをご覧の皆さん、おはかっぱ、岩手に生まれ銀河を泳ぐマジカルカッパちゃんと三佐の舞姫さくらりん、私たち岩手まるごとおもてなし隊、どうぞよろしく。イエーイ。今日も岩手の素敵なところを紹介していきますよ。おもてなし隊さん、よろしくお願いします。今日は、SL 銀河の終着駅のある釜石市にやってきました。釜石といえばよいしょ、鉄とラグビーの街でやんす。まずは釜石市内の街ブラから行ってみよう。おもてなし釜石市内、すごい川が綺麗、キラキラしてる、今日はすごくお天気も良くて、お散歩日和でやんす ね気持ちいいね。やっぱり釜石はああいう風に、あの煙が見えたりとか、そうだね、釜石に来たなっていう感じがするよね。格子と書いて格子と呼ぶ。おお、格子川いいですね。いいですね。カシガキも有名だし ねやっぱこの字を見ると釜石だなって思いますね。格子川じゃないんですよ。カシ川ですかそうですよ、覚えてくださいね。思いました。そしてデデデン、お、駆動精肉店さんです。駆動精肉店と書いて、デカ盛りと読む。おお、ここのカツ丼すごいっすよ。そうなんだ。超でっかいでやんす。りんちゃんとカッパちゃんで食べきれるかなって感じでやんすよ。精肉店のカツ丼食べたい ね, ねそんな釜石でやんす。どんどん進んでいきましょう。見て見て見て、かわいい。あった、ピンピンカメ、ウェンコイ、かわいい、ウェンコイですね。カッパちゃん行ったことあるんだと思う、メニューもすっごくかわいくて、ミッフィーちゃんのプレート、ご飯がねミッフィーちゃんになってたりとか、めちゃめちゃかわいいんでやんすよ。そう、店内もミッフィーちゃんだらけで、すっごいメンコイでやんすよ。なんかね、カッパちゃんがね行ってきたよっていう写真見せてもらって、可愛かった。可愛かった。行きたい。今度一緒に行こうね。ここは市内の中心部、30分もあればラグビーの聖地さ行けちゃうでやんす。だけどその前にもうお腹がペコペコなんでやんすよ。本当に。はい。なのであの場所さ行ってまいります。おもてなし。釜石といえば釜石ラーメンということで、釜石ラーメンの人気店新海園さんさんやってまいりました。私たちの前には見て、カッパちゃんは醤油ラーメン、私は塩ラーメンということで、もうお腹がペコペコで、お腹と背中がくっつきそうですので、もう早速食べたいと思います。それではいただきま す。この釜石ラーメンの特徴のこの透き通った琥珀色のスープ、そして極細の縮れ麺、わあ美味しそう。いただきます。めちゃめちゃ美味しいでやんす。極細の麺にこのコクのあるスープが絡まって、だけど味はあっさりしていて、とても染み渡る美味しさでやんす。最高でやんす。楽しみ。楽しみだね。見て、お、めちゃくちゃ透明。いただきます。美味しい。おめちゃくちゃコクがある。こんなに透明なのに、麺もね、
どう？生きててよかった。おいしい。釜石の皆さんはこれをね、うん、好きな時に食べれるっていうのはもうめちゃめちゃ幸せですよね。ずるい。いいな。釜石の皆さんずるい。おもてなし。さあこれから私たちは釜石の中心部から北の方さ向かいたいと思いやんす。イエーイ。楽しみ。楽しみ楽しみ。うわー、海でやんす。めっちゃ綺麗。おもてなし。どんな感じだろう。わー、すごい。大きい、うん、すごいね、うん、めちゃめちゃ綺麗でやんす。わー、広い。ビアンス、今日はこの広い競技場が貸し切りです。やったね。ちなみに一般の皆様にも開放しているでやんすよ。詳しくはこちら。はい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 。この釜石宇野住まい復興スタジアム、こちらの建物は地元の木をたくさん使っておりやんす。また皆さんの目の前に見えるこのシートですね、こちら絆シートという名前でして、東京ドームや北上、熊本県などたくさんのところから椅子を寄付いただきやんした。こうして皆さんの感謝の復興への感謝の気持ちを表しているんでやんす。ワールドカップの時もすごい盛り上がったよね、うん、盛り上がりやんした。私たちも2019年に開催されたラグビーワールドカップたくさん応援しやんしたよ。はい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 。ウォー、ゆっくりのんびりいいわて、またりほこりいいわて、たまに来てねいいわて、ゆっくりのんびりいいわて、またりほこりいいわて、たまに来てねいいわて。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と Twitter フォローよろしくお願いします。